エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年、延べ1万人以上サポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら、自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん原点特別番組です。はい、やってまいりました。買い取り4倍キャンペーンでいただいたお便りですね。ニックネームがコレクション大好き人間さんからいただきました。ありがとうございます。えー、お便りを見上げます。 えー、ノウハウコレクターという言葉は悪い意味で使われていますが、ノウハウを集めることは良くないことなのでしょうかもちろん使わないと意味がありませんが、ノウハウを集める努力や情熱は無駄なのでしょうかメンタリストはイゴさんの書籍を活用しているとはいえ、かなりの書籍やノウハウコレクターと言えるのではないでしょうか書籍を買い集めるのも無駄な努力でしょうかノウハウや情報、書籍を集める時間、時期は必要ないのでは、必要ないのでしょうか 活用するのであれば、ノウハウや書籍があるだけ、あれば、あるだけ良いのでしょうかあと、世の中でノウハウを手に入れても行動しない人、やらない人が多いのはなぜでしょうかといろいろと、いろいろとクエスチョンマーク、クエスチョンマークがなんか 100, 100万個ぐらいついてるんですけど、<laughs> クエスチョンマークが100万個ぐらいついてるんですけど、まあ僕の結論を言いましょう。結論は、えー、悪くないです。 なんすかね、ブリキ、ブリキ、まあ、ちょっと趣旨が変わってしまうかもしれないんで、ちょっとこれは、ま、あすいませんって謝、謝っ先に謝っときますけど、例えば、ブリキのおもちゃを集めることが趣味ですと。ブリキの趣味、集めることが趣味で好きですと。いうことであるならば、別に、ブリキのおもちゃを集めてもいいじゃないですか。その人が好きなんだから。 だからすいません。今回そのニックネームコレクション大好き人間ってさんってか大好き人間って書いてあるので、好きなんだったらいいんじゃないですか。<laughs> うんなんかね、なんすかねマツコデラックスのなんかの番組だったかななんかでやってたんですけど、トイレットペーパーの芯を集めるのが好きですっていう人もいるんですよ。<laughs> あとなんかねいろんな世の中にはね好きな人をこんなの集めてるんだっていうコレクションの方はいらっしゃって。 他のの人からら見たらそれ意味あんみたいなねそれ集めて意味あんのみたいなのもいっぱいあるわけじゃないですかうんでもその人がそれでいいんだったら僕はそれでいいと思うんでうんだから他人が他人の評価というか他人が価値があるかないかじゃなくて自分の中で価値があるんだったらそれはそれでいいと思うんですよねでもしここに間違いというか それはどうなのというツッコミがあるとするならば目的が目的が稼ぐっていう目的があるんだけどもノウハウを買ってもそれを実行しないっていうところはそれは目的がずれちゃってるのでそれはその目的がずれてるままでいいのかっていう問いですね逆に。 悪いとか悪いとか悪いとかいいとかじゃなくて目的はそこですよとお金を稼ぐことが目的ですよだけどノウハウを買ってもそれを使いませんっていうことであるならば目的がずれてるわけじゃないですかノウハウを買う目的っていうのがなぜかっていうと自分の自己実現収入を上げるとかね夢を叶えるっていうのが自己実現で目的としてあるけれどもノウハウを買っても何も使わないやらないコレクションだけしてます それは目的が変わっちゃってるので、その、それは目的が変わってますけど、よろしいでしょうかっていう話ですよね。で、それでよろしくないんだったらやればいいんですよ。単純に。<laughs> いや、吉田さん、目的が変わるのはよろしくないです。じゃあ、使いましょうって話ですよね。だからそれだ、ただそれだけです。ただ、目的が途中で変わる場合もあるじゃないですか。ね。最初は稼ごうと思ってたんだけど、なんかノウハウを集めるの好きやなっていう <laughs>。 それに変わってったんだったら、それはそれでいいですよね。うん。だからまあその人次第じゃないですかね。ただその目的と、それがずれがあるんだったら、それはずれてていいのかどうかっていう問いを自分に投げかけていただくといいんじゃないかなとは思いますけどね。うん。で、あとは、この書籍を集める時間は必要かとか、書籍とか買い集めるのは無駄な努力だ。 っていうのは、無駄にするかどうか、時間を無駄にするかどうか、あそれらを集めたことを無駄にするかどうかは自分次第ですね。うん、だって、いつか使うことももちろんあるじゃないですか。今は使わないけども。今は使わないけど、いつか使う、使うっていう時があって、いつか使う時にないよりあった方がすぐ使えますよね。あ、これだっ、つってね、うん。ただ、ただ、なんだろうな。 今すぐ使わないものって結構使わないことが多かったりするんですよね。じゃあそれが10年後ですか ?20 年後ですか ?3 ヶ月後ですか ?1 年後ですかっていう不確定要素が非常に多いので、僕がおすすめするのは今やろうとしていることを今学ぶ。うん。だ英語を喋りたいんだったら、英語を喋りたいんだったら、英語を勉強すればいいって話ですね。英語なら、英語をネイティブな英語を喋りたいんだったら、英語を習えばいい。ただ、 いつか中国語を喋るだろうと。じゃあ中国語の書籍も買うみたいな。まあ確かに今中国の人口はめちゃめちゃ多分世界的に一番中国の人口って多いと思うんですけども、じゃあ近い将来英語以外、英語以外に中国語も必要だなってなるかもしれないと。うん、なるかもしれない。だから中国語もちょっと本も買っとこうと。だけど、英語をマスターしていく中で、英語で十分じゃねえみたいなね。<laughs> まあ中国語使わねえなみたいな。 ってなった場合、う、えーんなんだ、そういうなるケースが多いかなっていうところですね。でもこれも100%ではないので。うん。でもおすすめは今使うときに今仕入れる。だ魚で言うならば今日新鮮な魚をお客さんに提供する上で今日仕入れたものを今日さばいて提供するっていうのが一番鮮度が高いですし、え一番 その学びアウトプットをする上で非常に有益なのかなっていうだ昔買ったものを掘り下げて持ってくるってなると思い出さないといけないじゃないですかまた学び直さないといけないわけじゃないですかじゃあ今使うんだったら今学んで今出せばいいですよね今日お客さんに出すんだったら今日仕入れて今日出せばお客さんにとってもすごく鮮度がいいものを提供できるわけじゃないですかうーん そうでもまあね書籍とかノウハウに関しては腐らないというかそういう生物ではないじゃないので今の例え話がちょっとピンとこないかもしれないですけどねうんであとはそのノウハウを手にでも行動しない人とやらない人が多いのはなぜかっていうとこれなぜなんでしょうかね僕も聞きたいですね <laughs> 僕も聞きたいですねだからこれ人それぞれ違うと思うんですよね 人それぞれ違うと思うんですけど、僕が、まあ、ドリームアカデミアの塾でまとめちゃったことがあって、それは何かっていうと、結局、稼がなくても生きていけるっていう話ですね。うん。そのノウハウを手に入れました。そのノウハウで稼がなくても生きていけるという状況。うん。だから、百歩譲ってですよ。いや、そのノウハウを活用して稼いでいかないとし死んでしまうという状況でやらないっていう選択あります もう一度ますね、そのノウハウを手に入れてそのノウハウを実践して稼がないと生きていけないという状況下でうんノウハウを実行しないってことはありえないと思うんですよね。まあこれも言うたまに言ったりとかするんですけどまあこういうステーションはねないかもしれないですけど例えばノウハウで言うならばうんじゃあその彼女がね人質になりました。火曜サスペンス劇場じゃないですけど <laughs> 彼女が人,人質になりましたと。 で、その時に、じゃあ、身代金100万円用意しろと。でもね、その犯人は非常にちょっとね、優しいというかね、優しい、優しい、優しいところがあって、100万円身代金用意しろと。ただ、お前は100万円の作り方分かんないと思うから、このノウハウを進展しようと。このノウハウをやれば100万稼げるよっていうのを。 <laughs> まあねえか。そんなシチュエーションねえかで。もしもそのノウハウをそういう感じで提供してもらったら、もしくはその縛りですよね。じゃあこのノウハウを提供するから、このノウハウをやれっていう。このノウハウを実行しなければ、このあ、あ、じゃあこれにしとか。このノウハウを実行しなければ、彼女を殺すよと。どうですか。ノウハウをあげると。このノウハウをお前が実行しなかったら、この彼女を殺すよと。多分ノウハウを実行しますよね。 まあ、彼女を見殺した、見殺しにしたくないんであるならば、その犯人の言う通り、そのノウハウ。またこれじゃあ地図か。地図にしましょう。<laughs> なんかその、すみません、海洋サスペンス劇場であり、ありそうな、なんか地図が犯人が、この地図通りに目的地に行けみたいな。で、ここに何かがあるから、まあ、なんか行けみたいな。電話でね、指示したりとか、そのマップ,プレ、マップをこう上げてね、この通りにやれと。で、そこに行けと。で、そこに行かないと、その、 地図通りに行かないと、なんだ、お前には今 GPS がついてると。お前この地図通りにそこに行かないと、もうすぐ殺すよ、みたいな。多分、地図通りに歩きますよね <laughs>。だからまあ、ドリアカでは究極な答えを僕はまあね、まあ、いろんな要因とかいろんなことはあるとは思いますけど、そういう状況下で動かないってことはないのかなっていう。 僕自身がな,なぜその勉強したことをアウトプットし続けられるのかっていうとこれで飯食ってるからなんですよね単純に <laughs> 本当にシンプルにこれで単純に飯食ってるからなんですよだからこれ仕事で言うならばねこれ仕事で言うならばまた分かりやすいのかなと思うんですけどじゃあ仕事でねじゃあ A っていう会社に入社しました で、A っていう会社のノウハウ、マニュアルを渡されましたで。あなたは A の会社で就職をしました。A の会社から給料をもらわないといけない。A の会社の仕事を覚えないといけない。そのためにマニュアル、ノウハウ書を渡されました。それは勉強し,しますよねっていう <laughs>。それなんで勉強してやるのかっていうと、その会社で就職して、その会社で給料をもらうから、仕事を覚えないといけないじゃないですか。 いや、もし、百歩譲って、いや、仕事を、この会社に入社したけど、別にこの会社の仕事を覚える気ゼロなんですよね。別に、クビになってもいいし、別に他の会社あるし、みたいなね。<laughs> じゃあ他行けよっていうね。お前、マニュアル渡してんのにやってこないのかみたいな。もう、クビですよね。 多分この状況下だったら絶対その会社から渡されたマニュアル、ノウハウ、えー、多分やるでしょうね。勉強するでしょうね。実践するでしょうね。仕事を覚えないといけないですから。多くの人がそのノウハウを手に入れても、別にそのノウハウを実行しなくても、まあ会社からの給料がある程度入ってると。で、今飯食えてるという状況。まあ不平不満はあったとしても何とかやっていけてる。で、僕の場合は何ともやっていけないんですよ。稼がないと。 他に収入源今ないですから僕はねただ40歳からね僕は違う収入源作るっていうことで投資やるって昔から言ってきてまあ今度他のことやりますけれどもまあもし僕が例えばうん不動産業をやっていまして不動産業をやっていて別に寝てても遊んでも家賃収入が毎月300万ぐらい入ってきますよっていう状況だったとするならばすいません多分ね あ,のあんまやってないしね <laughs> すいません僕ねめちゃめちゃ甘いんですよ周りからそうは思われてないかもしれないですけどめちゃくちゃ僕ね人自分に甘いんですよ怠け者なんですよねだから300万ぐらい不動産収入で毎月入ってきてたら多分ね情報発信もほとんどやんないしそもそも塾なんかもやんねえし <laughs> すいませんこの L の部屋もやってないし何もやってないと思います <laughs> その状況下でなんかそのんだろうなやってみようっていうのはねだって寝てても遊んでても300万入ってくるんですよ僕それ以上目指さないですもん十分ですそれで <laughs> 僕のライフスタイルからすれば十分ですねただこのライフスタイルが多分300万じゃまあ吉田さん僕は300万じゃね三300万の男じゃなくて1億の男です1兆円の男ですみたいな豆腐を1兆2兆数えるような 企業家になるんですっていう、なんかそういうのがあるんだったら300万じゃ満足できないと思うんですけど、僕も300万でいいっすね <laughs>。っていう男なんで、他の収入源があって、まあそういう状況下だとやってないかなっていうのは言えますね。うん。でもどう、どうすかね。うん。まあさっきの会社の話だったらわかるとは思うんですよ。だって会社からマニュアルとか、なんかまあノウハウではないかもしれない。まあ営業所とか営業マンとかになったら、 そのひなそのトークノウハウですよねこうやったら制約率が上がるみたいなのを会社が用意してくれてる会社もあるでしょうねひな形みたいなでそれ勉強して実践しません、うん、だって営業マンとして入ってでその営業会社でそのノウハウが営業トークのスクリプトが渡されたらひとまずそれ勉強してそれ実践しませんうん 多くの人はやっぱ副業から入るので、起業しましたとか、ん,んですか、本業でやってますっていう人が最初の入り口としてはほとんどないですから。うん。なんか、なんかイメージで言うならば、じゃあラーメン屋を作るってなるじゃないですか。よし、ラーメン屋を作るぞっつって、ラーメン作、ラーメン屋をお店オープンしたのに、ラーメン作らないってありえます 自分で独立企業してラーメン屋を開店しましたっつってね、ラーメン作らないってことありえます多分ないっすよね <laughs>。うん。そう。だラーメン屋を開業できるってことは、今まで修行してノウハウ、いろんな人の修行を受けたりとか勉強して、ノウハウを勉強してね、で、実践してきて、あの、開業までたどり着いてるわけじゃないですか。で、ノウハウはあるけど、使わないやらない ラーメンを作れるようになったけどラーメン店もオープンしてラーメンも作れるようになったけどその手に入れたあのスキルとかその,のそのノウハウから手に入れたスキルとかそれを使わないラーメンを作らないってことは考えられないですよねうんだ基本的にそういうシチュエーションであるならば、まあ、ほぼ全員が絶対使うと思うんですよねだけどなんで多くの人がそうなってしまうかっていうと9割9分の人が起業してるわけではないとうんそれで飯食おう っていいう状況下でもない、うん、やっぱり何もしなくても何もその副業ネットビジネスに挑戦しなかったとしても今何とかやっていけるっていう状況下にいてる、うん、まあお,お金は苦しい借金があったとしても何とかやれるでも僕の塾生さんとかでやっぱり本当に人生変えてった人の共通ポイントの一つまあいろんな共通ポイントあるんですけどやっぱ一つあるのはやっぱね このままじゃダメだっていうか、もう絶対変えたいっていうか、何ですかね。もうなんかその、稼げればいいなとか、そういう次元じゃない人たちですね。稼げればいい、いいなとか、将来パソコン一台で月収100万稼げたらいいなというレベルではないですね。絶対に稼がないといけない状況かとか、うん、そういう人はやっぱね、あの、成果が出る確率が非常に高いですね。 特にその、特に結構あるのが、シングルマザーで、シングルマザーの方で一人で、あの、子供を育て、ま、育ててますっていう方はかなり強いですね。かなり意志が強いです。 だって自分で何とかこの子を食わせてい,かない,といけない。で、現実問題、今のパートの収入とか今の給料じゃ、この子を養っていけない。大学まで持っていけないっていうことがもうリアルすぎるんですよ。だから、絶対何とかしないといけないっていう思いが、やっぱ意志が強いので、そういう方はね、結構ね、あの、成功される、稼げるようになる傾向は結構高いですね。もう絶対なんで。だってもう、何ですかね。うーん、飯食わせていけない うん、大学行かせられない、えー、習い事行かせられないで、毎日その食卓に出す食事が失踪。なんとかしてあげたい。なんとか子供たちに幸せになってほしい。なんか自分のせいで夢を立た,た、立たせたくないっていうそのね、強烈な強い思いがあるので、そういう人は結構強いですね。見てると。全然強いですね。 うん、でも逆に、貯金もいっぱいありますよ、とか、あまあ、逆パターンですよね。貯金いっぱいありますよっていう人もあんま動かないですよね。<laughs> まあ、あの、別にやらなくても、飯食、あの、まあ、言うとりあるしっていう。うん、そう。まあ、あとはまあ、その、現状つらいんだけど、現状はつらいし、収入もきついし、やらないといけないことは分かってるんだけど、その状況下に、本当にその状況下になっていない。うーん。 そうまあそういう感じの人はやっぱなかなか行動に移せてないですよね。うん、そう、うん。だからその多い理由はそっちの割合の方が多いからかなと思います。例えば起業家の割合の方が世の中で多かったら多分こうはならないはずなんですよ。 だ起業するぜってなってるけど、やらない。起業するためにノウハウとか必要じゃないですか。起業するためにどうせ、起業セミナー参加してみたりとか、じゃあラーメンやるためには修行しに行ってみたりとか、その、もう起業するぞっていう人が9割いたら、絶対ノウハウ手に入れたら絶対やっていくじゃないですか。だってそれを成し遂げたいわけですから、勉強も必要だし、<laughs> 勉強もするし、行動もするし、だって起業家として成功したいわけですから。で、起業してるし、就職してないし。 でも多くの人は起業家じゃないんですよね。だからよく言うのが僕は、あの、自分で一人で稼いでいくんだったら、サラリーマンマインドじゃなくて起業家マインドじゃないと無理ですよっていう話もするんですけど、だからその1割にならないといけないんですよ、僕たちは自分で一人で稼ぐっていうことは。自分で一人で稼ぎ続けるためには、1割の起業家マインド、そのマインドに変換していかないといけないんですよ。たとえサラリーマンでも、 サラリーマンっていう現実は変えられなかったとしても、企業家マインド、考え方は変えられるので、うん、それはやっぱ変えていくしかないですよね。うん。で、あの、もう、すいません、会社は辞めちゃいましたけど、まあ僕の熟成さんで和志津さんっていう人いて、まあサラリーマン歴も30年ですよ。サラリーマンやりながら忙しい中、やっぱやりこやりましたよね。本当にやりました。 うん、だからまあいろんな対談とかもしましたけど、もうもはやその <laughs>、その会社の会議室でこっそりなんか動画撮るとか <laughs>、昔なんかやってたみたいですけど、まあとにかく仕事やりながらでも動画撮ってたし、いろいろやってましたよ。で、それはもう絶対的にその、なんだ、今、今、なんかもうサラリーマンマインドじゃないですよね。まあ企業家マインドみたいな、もうまあそもそも鷲津さんもマインド好きなんで、マインドオタクってやつもるんですけど <laughs>。 まあ増ズ、ま、さんと出会ったのもマインドセミナー僕がさん開催したマインドセミナーに参加していただいたことがきっかけでご縁いただきましたけどマインドが大事だっていうことがすごく理解していましたんでだから本当にあのやってましたよねだからもう正直 僕は一番最初、わしさんに出会った時に、まあ年齢も年齢で50、年齢も年齢で46ぐらいだったから47とか、46、7ぐらいだったんですよ。で、じゃあ、若いかと言われると、若くはないですよね。<laughs> その20代とかでもないんですし、46、7あたりだったような気がするんですけど。 でね、まあ最初ほんとパソコンもできないし、もう右も左もわかんないんですよ。でさ、よくこれ対談とかでもよく言ったりとかするんですけど、やっぱり最初にその YouTube やるってなった時も動画1本撮るのに4時間ですよ。で、なんかよくわかんない編集してね、なんか吉田さんできましたみたいな。口、唇震えながらなんか動画撮ってて。まあ、正直これ大丈夫かなと思ってましたからね。もう今はコイン出して言いますけど、 ほんとこれでうまくいくかなみたいな。教えながらですよ。教えながら僕も不安はあったし、大丈夫かなと思ったんですけど、あれはあれよ。蓋を開けたら今もうね、僕より稼いでるしね <laughs>。もう1億も突破しましたけど、売上うん、マジで人生大きく変わりましたね。でもそのコアとなるものは何かっていうと、やっぱりマインドですよね。鷲津さんが他の人と違ったのは、サラリーマンもやってたけど、やっぱ圧倒的にそのマインドがあった。他の人にはないマインドがあったっていうのはもう絶対的に言えることですね。 うん。そう。例えば、まあ、もう本当に身近な例で言うならば、まあ、僕を見てるわけじゃないですか。で、僕相当、まあ、今なんか2万7千本ぐらい一般公開してますけど、やっぱその、和しさんが最初 YouTube やった時も、まあ、師匠がね、その何万本やってるんだから、とりあえず千本っていうね、基準も千本なんですよ。ね、千本。<laughs> とりあえず千本やって、やってみてダメだったら、塾長に文句言おうみたいな。 だから基準も1000本なんですよね。だからそういうマインドなんですよ。でもなんかほとんどの人は1本やって、はぁはぁ言うし、100本や、百本までも大体いい到達しないので。うん。だからもう、もう設定条件がもう、もう最低1000本みたいなね。最低千本みたいな設定なので、多くの人はとりあえずなんか目標100本みたいな、なんかもう10倍じゃないですか。 うん、でも、その、わしずさんが最初に設定した基準も最低1000本ですからね。でも、もほとんどの人は最高100本というか、目指すは100本とかね。なんかそういう感じで始める人多いんだと思うんですけど。なんかもう基準がもう10倍違うわけですよね、それで。も,もはや10倍以上ですよね。最低1000本ですから。うん、でも、本当に右も左もわかんないですけどや、やりまくりましたよね。 その結果今はね、別に動画でこうなんかあだこうだ喋るのも別に唇震えてどのこう乗ってもないし、今なんかはね、すごいそのかっこいい動画になってますからね。なんか動画も一眼レフ、40万ぐらいの一眼レフとレンズ20万ぐらいのすごいフルサイズで撮ってね、かっこいい、かっこいい動画になってますからね。あ、こんなに変わっちゃうんだ、みたいなね <laughs>。僕は本当に初期を知ってますから。 だから僕はありがたいのは、その変わっていった人たちの初期を本当に知ってるので、だからこれはありがたいなと思いますよ。その変わっていった、まあみんなって大体その変わった後を見てるじゃないですか。でもなんで変わった後を見るかっていうと、それは変わってるから、まあ再生数だったりとかリーチだったりとかするけど、一番初期ってゼロ再生なんですよ。YouTube とかもね、ゼロとかなんですよ。 僕一番最初チェックした時なんか、誰も知らないですよ。ワシズさんなんかね。ゼロ再生なんだから。僕は1再生してますけど、確認してるんで。誰も知らないですよね。だから、有名になってる人も結局、行き切った人もみんな見てて、最初の初動ってほとんど見てないんですよね。で、僕はありがたいことに、もう最初の初動からアドバイスしてますので、その初動からどう変化していったのか、っていう事例をたくさんやっぱ見てきたんで、これまで。 でやっぱその共通ポイントの一つあるとしてはやっぱそのマインドですよねうんそうはいまあいろいろ申し上げましたけどあのノウハウを集めることは全然悪いことない悪いことではないですからどんどん集めていただいても構わないですけれどもその目的は何なんですかっていうところは自分に問い立ただしていただくといいんじゃないかなと自分の目的は何なのかっていうところですねでその目的達成のために今日何やったって話なんですよ もう本当にシンプルに言ってしまうと、目的達成のために今日何やりましたかっていう、それだけなんですよ。で、そのやったっていうことが、ノウハウを集めましたっていうことだとダメなんですよ。もう訳ません。これ結構大事です。目的達成のためにノウハウを今日集めましたっていうことだと、進んでない、進んでるようで進んでないんですよ。進んでるようで進んでないっていう。うーん。なんだろうな、イメージとしては、うーん。 まあこれもよく言ったりとかしますけど、東大に受かりたいのに、その参考資料だけ集める。参考し、東大に受かりたいっていうのがあって、参考資料だけ集めました。ダメですよね <laughs>。まずフレームとしては、まずそれを勉強するし、あとそれをいやあのアウトプットするっていうことじゃないですか。 まあ、あとテスト行く、その、勉強しただけじゃダメだし、最終的にセンター試験にこう受けに行かないといけないわけですから、勉強したことを試験でアウトプットして結果出さないと東大受かんないですよね。だからその、あ今日、じゃその目的達成のために、じゃ具体的にその何をアウトプットしたのかということですよね。それがないと、うん、いつまでたっても集めるだけになってしまう。うん、例えばだって、 ネットビジネスって、もっと細かく分かりやすく言うと、ネットに何か広告か、ネットに何かコンテンツがないとダメなんですよ。例えば、ネット上に広告を一切出してません。ネット上に、これで稼げない。これで稼げるイメージ、多分分分かる、湧く人はいないと思うんですけど、ネットに広告も出していません。うん、フリーのコンテンツも一本も出していません。どうやって知らせるんですかっていう。いや、なんか、 いや、吉田さん、今日ポスティングしてきましたよってことだったら別ですけど。<laughs> で今日ポスティング宣言してきましたってことだったら、うん、誰かしら知ってもらえる可能性は出てきますけども、基本的にそのネットで何やらないといけないかっていうと、あの、アフリエイトにしても、コンテンツビジネスに関しても、例えばアフリエイトサイトをやってるとしても、そのアフリエイトサイトを知ってもらわないとそもそものなんですよね。で、知ってもらうための活動はしてるんですかっていう。 で商品売るにしても集客するにしても知ってもらうための活動は今日しましたかっていうところなんですよね。うんだ認知してもらう、知ってもらう。そこがないとまず始まらないので。ただそれが無料でやらないんで広告でやるんだったらお金かけましたかって話ですね。 ただそのお金かけてもその広告を出したそのキャッチコピーだったりとかその広告を出した後リストがそれで取れるのか取れないのかその LP がちゃんとできてるのかできてないのかじゃあ LP 制作も広告に出すキャッチコピーに関しても勉強したことをアウトプットしてないとその広告に出すキャッチコピーも作れないし LP も作れないし登録後のステップメールも作れないわけですようんだから基本的に学んだことをしっかりこうアウトプットしていくネット上に何か 露出していく広告を出すコンテンツを出すっていうことをしていかないといけないのでそれをしてないと可能性ゼロですよねネットで稼ぎたいのにネットのネットに何も露出してません一個も露出してませんこれでは無理ですよね絶対稼ぐ可能性稼げる可能性はゼロですただこれを害虫化するとかね人に任せてやってもらって人にやってもらってそれで露出してるのと別ですけど そもそもインターネットで稼ぎたいんだったらネットに露出があるかのないかっていうのは前提条件としてあるので。うん、ネットで広告出してないけど集客できます。それはネット広告じゃないですよね。<laughs> それはもうリアルで集客してるだけじゃないかって話なんで。うん だそもそも論とかもそもそもネットで稼ぐために何,何やらないといけないのかっていうのを分解して細かくすれば見えてくる部分はま間違いなくあるはずなんですよ。うんだ今日宣伝活動しました、PR 活動しました。これはあのビジネスやってないとわからないとは思いますけども大企業もね、毎回毎回 CM 出して 多額のお金を払って露出してるわけじゃないですか。トヨタもね、なんか新商品作ったこんな新商品作りましたよとか、今こんなことやってますみたいなのね、金払ってでも露出してますよね。ずっとです。ずっとです。コカ・コーラとかもね、もうみんな知ってるじゃないですか。みんなコカ・コーラとか知ってるけど、毎回 CM とかなんか作ったりとか出してるじゃないですか。うん。だからそれ、それって大事なんですよね。知ってもらう、えしたとえ知ってるものでも、うん、また興味を持ってもらったりとか。 うん、またそのなんだろうなあ忘れたものを思い出さ思い出させるとか、うん、なんかケンタッキーっていうのは知ってるんだけど、うん、ケンタッキーに知らないんだ,なんだっけな CM なん,かなんか言ってたなケンタッキーっていうのは知ってるんだけどフライドあのなんかその CM を見るとあちょっと今日ケンタッキー食いたくなってきたなみたいなでそう思わせるのも結局 CM を出してるからなんですよ <laughs> これ出してないとケンタッキーは知ってるけど、まあ、そのきっかけっていうのは薄いんですよねでも CM を出すことによってそのきっかけの可能性はどんどん膨らますことができるんですよ今日ケンタッキーにしてみようかなみたいなねうんだから全部のビジネスそうです露出してるんですよテレビドラマ新作のテレビドラマ月九が始まります月九が始まるときもいろんな番組に番宣みんなしに行くんですよ これから新しいドラマ始まりますっていろんな番組で CM かけるじゃないですか。番宣する。番芸能人が番宣活動、いろんな番組に出て番宣活動しますよね。それやんないといけないですよ、うん。だって知らないものを見れないし、知らないものを買えないんですよ。知らないサイトに行けないんですよ <laughs>、うん。知らないサイトに行けないですよね。アフリエイトサイト作っても知らなければそのサイトにアクセスいけないですから。うん。はい。まあ、いろいろ申し上げましたけど、 はい、別にノウハウコレクターはね悪いことではないので、まあ、目的と、えー、がずれてるかどうかは問いかければいいんじゃないかなと思いますね。うんはい、ということで終わりたいと思います。ごご視聴ありがとうございました